日曜東京の振り返り。日曜日は1レースからでした。朝一の武豊騎手は絶好調、カレーを煮込む時間を割いて乗りますから、まあ、それなりにね仕上げて挑まないと海老名さんも怒られちゃいますからね。ローリーグローリーに騎乗、牝馬さん対海老名正義厩舎の、インデルレーシングの所有馬ですね。父がジャスティファイで母の父がウォーフロント、今回2戦目でしたね。初戦はルメール騎手が騎乗して2着でした。スタートは5部で、思ったよりもムルザバエフの3番の馬が粘ってまさか逃げ切られるかなと危惧したんですが、武豊騎手のコメントで、スタートはあまり上手ではなかったんですが、二の足がついて砂をかぶらない位置で競馬ができました。まだ随所に若さを見せていましたが、並んだら伸びる感じでしたし、能力はありますねと、まあ、断トツの一番人気かと思ったんですけど、ルメールの馬がね一番人気で、単勝250円は思ったよりも高配当でした。海老名正義調教師とのコンビ、今年初勝利ですね。飛んで8レース、エッセレンチ。牝馬4歳、こちらも海老名正義厩舎の所属馬ですね。父がシルバーエステート、母の父がパイロン。調教でローリーグローリーに煽られながら販路の調整をしていたんですけども、土用追いもして今回参戦ですね。スタートしてからの二の足が良かったんですが、外から猛然とキング騎手の、ね、馬が先手を取って2番手で競馬しました。前をロックオンしていつかわすかなと思って見ていたんですが、結局かわせず失速でしたね。エッセレンチ6着でした。番手で運べたのですが、追ってからが案外でした。 1200m の方がいいかもしれませんと。距離が長かったんですね。次は中山の1002かな。夏にカモメ島特別で騎乗した時は、まあ、全然ダメだったんですけど、まあ、軌道に乗ってきた感じはありますね。そしてメインの石風ですね。オスの5歳馬、竹幸四郎調教師の管理馬、父ヘニーヒューズで母の父がキングバンブ。今回馬体減のマイナス9キロ。ただここ2走がプラス体重だったんで、エルムステークスの時から見るとプラス2キロで、まあ、ベストに近い馬体重だったのかなと思いましたね。調教も良かったですね今回。パドックでの様子を別動画でアップしているんですが、武豊騎手がパドックで声をかけていた陣営の 1-2-3 でしたね。スタートでドン・フランキーがいい感じで前に行って流れが速くなり、これはもしかしたらと期待したんですが、お見事でした。武豊騎手のコメントで、とにかく今は具合がいいです、この馬のレースに徹して姉妹はいい伸びでした、よく言えばもう少し湿った馬場なら良かったですと、まあ、かつて騎乗したペプチドナイルがね勝ったのも驚きましたが、まあ、この馬の3着も大きいし、まさか13番人気っていう
ところまで落ちていたとはびっくりしましたね。副賞1030円は美味しい配当でした。この日の予定は3レースだけでしたが、昨日の横山武史騎手の落馬の乗り換わりで最終の西杉ミッチーに騎乗しました。横山武史騎手は、京都の、パドックで武豊騎手がいつもよりモニターを見ていたんでなんだろうなと思ったんですが、後で見てみたらかなりやばい位置での落馬でしたね。でも幸い軽傷で、本当競馬の神様に愛されてるんだなと思いましたね。西杉ミッチーは鈴木厩舎の管理馬で、父ヘニーヒューズで、母の父がディープインパクト。武豊騎手はユニコーンステークスで騎乗してましたね。その時は14着でした。今回はね、スタートが致命的でしたね。武豊騎手のコメントで、ゲート内の中立が悪く出遅れそうな雰囲気はありました。切り替えてラストを生かす競馬をしましたが、姉妹はよく伸びています。以前よりも随分と馬が良くなってます。このクラスはゲート次第だと思いますと。いやー、惜しかったですね。スタートが五分だったらね、抜けてましたよね。これもこのところ東京だけで、中山は一度芝で発着、他は全部左回りなんで、次はどうするのか、中京で使うのか、その次の東京まで待つのかね、中山にチャレンジするのか、武豊騎手が再騎乗で同条件であれば、また次は単勝勝負したいです。今回は買わなかったんですけど。今週は京都1勝、東京1勝で2勝でした。今週末から阪神が開幕します。自他ともに認める庭から阪神に代わって、今のバイオリズムが保てるのか、苦手な中山も続きますしね。ただ馬の質は今回最よりも上がりそうなので、引き続き期待したいところです。それじゃあ。